今日は今から夫とランチ。メインの目的は市役所です。母の障害者手帳の受け取りに行ってきたいと思います。もう昨年からねずっと言ってることなんですけど、やっとですよ。ちゃんと受け取りできるのか心配ですけれども、頑張っていきたいと思います。なんかめっちゃ寒いんですけど、震えてる私。久しぶりに自転車乗ってんですけどね、すごい寒い。新庄のダウン着てきてよかった。はい、おっと待ってる。もう着いてるぞ徳島駅に。今日の任務終了。息子と息子ちゃん、息子じゃない、夫と今別れてきました。夫のご機嫌麗しくなっておりましたんで、ホッとしたというかね。私のねメンタルを左右するのは夫の機嫌次第っていう感じで、まあ、私の問題なんですけどね。夫は何も変わってませんから、ずっと私の気の持ちようっていうところもありますから。自分のメンタルとうまく付き合っていきたいと思います、夫ともね。はい、ということで今から母の障害者手帳を取りに行って、あとはちょっとどっかカフェにでも入って書類整理だらなんだらいろんなところに連絡したり、編集したいと思います。障害者手帳もらったら病院にそれ手帳持っていかなあかんのちゃうやろか。なんかやることいっぱいあるぞ。とりあえず手続きします。手続き受け取ります。障害者手帳の受け取りですよ。番号札もらうな。はいはい、違う違う、次やね次。長かった。2時間ぐらい今説明を受けてたんですけど、結局何のこっちゃ分からへんかった。把握できてない私。まず夫の扶養に入ってるんですよ。2021年のその扶養に入れる手続きをまだ私税務署でしてないんですよね。夫の会社の方で年末調整で本来はできるはずなんですけど、それを夫が嫌がってるので私が税務署に行ってやらなくちゃいけなくて、それができてないんですよね。でそれをまずやらなあかんということと、銀行行きたいんですけど銀行の方向も分からへん。頭は障害者の補助が下りるんですか、月にいくらかもらうやつ、それをまた申請しなあかんのに病院で診断書もらってきてくれって。なんか関係しそうな書類を全部もらってきましたけどね。それを、病院でお願いする。もうとりあえず施設に聞かなあかんわ。病院と施設と薬局に障害者手帳とその障害者の紫色の保険証みたいなやつと後期高齢者のやつと全然分からへん。どうしたらいいの。やることいっぱいあるやん。介護タクシーのタクシーチケットだけは今日申請してもらって、あとはなんかいろいろ聞いたけどさ、なんか手術するのも器具とかレンタルするのとかもなんか事前に申請がいるとか、なんかいろんなこと聞きましたけど、結局めっちゃくちゃ手間かかるんですよ。手間と労力考えたらお金払った方がええんちゃうっていう結論に達しそうで、うちの夫やったら絶対そう言うしね。損すると思って夜勤になってやってたらこれもうキリがないし、もう脳みそパンクなんで、だからまあまあなんとなくやっといて、まあ得したらラッキーね、損しとったら損しとったで、損しとっても気づけへんかったら別に損なわけじゃないから、もう気にしないでいきます。結局だから施設で全部やってくれるのか聞いて、診断書の紙とかを持って行って、母がねもうすぐ誕生日やからついでに面会もせなあかんし、なんか母がこの間また写真見たいって言ってて、それを持っていくこともしてないからついでにそれも持って行って、私の写真の用意もせなあかんし、 YouTube の編集もして投稿もして、
夫と息子のご飯作って、家の中片付けて、ああ寝る暇ない、頭パンクしそうやな、泣きそう。お金の勉強もっとちゃんとせなあかん。そうや、ほんで車の保険も入らなあかんねん。夫ほんまにやりよれへん、あいつ車買うのも全部俺がやるよとかって言ってたくせに。全然やらへんよ。もう買ったんやで。でも支払いもまだしてないし。でも駐車場料金は今日から発生してんですよ。知らん、もどうにでもなれ。車も早く乗りたいなと思ってたけど、もうええわ、もうそんな余裕ないもん。車で遊びに行ってる暇なんかないわ。弁当500円やって買いたいけど、家に作ったカレーがあって、それを嫌がる息子と夫に食べさせなあかんし、ね、もう料理なんかもうしてられへん。夫がなんか切れて、全部外食でいいやんとか言ってましたけど、もうそれでええわ、ほんまに。ちょっとね、しばらくの間落ち着くまで、もう家のことも保留でいかなあかんわ。はい、銀行着いた。なんかもうそんな頭パニクってる中、ケアマネージャーから連絡が入って、なんか担当変わりますとか言うてるで。もうやめてんの、ややこしいのに。医療費控除、去年の分のちゃんとやって、それも全部行って、障害者の控除の分も申請に行って、あの夫と私の家計の分離、それもしなあかん。ちょっとお金のことをちゃんとやらなあかん。これではもうモヤモヤがもう取れない、私の中で。お金のこと大事ですもんね。どんぶり勘定ではいけません。しっかりやっていきたいと思います。だからもうトータルで全部勉強しなあかんなと思って、お金のことね。あの夫にその iPad のこととか今聞かれとって、基本的なことから分かってないからつまずくんやでって言ってるんですけど、そう、自分もそうで、結局もうお金のほんといろはから勉強してやらないと、もうちんぷんかんぷんなわけですよ、これ。いちいち生きるために必要な情報として分かってればいいかなと思っております。あかん、もやもやする。今日はね、夫がね、外勤なんですよ、珍しく。今日と明日ね、家にいるチャンスなんですけど、私もやることいっぱいあって気になるからね、もうやってしまおうということで、夫もいないのに外に出てきてるっていうね、ちょっとね、フラフラして微熱っぽいんですけど、はい、頑張っていきたいと思います。今の施設の方がね、母がもらった障害者手帳のコピーとか取ってくれてるんで、今待ってるとこです。ほんで今から市役所行こうと思ったんですけど、やらなくていい手続きのような気がするんだけどな。ちょっとおじに電話した方がいいかな。どっか電話できそうなところでおじに電話してみるか。今おじに電話した。なんかやる必要なさそうや。なんか火がついたんで、夫の医療費控除と母の扶養控除の書類整理して仕上げたいと思います。なんでやらんのじゃって王子に怒られたわ。やるよ、やるさ。今日も夫にあの椅子にシートを貼るとかって言うから、まあ、そんな好きなんですよ、うちの夫。なんかシート貼ったり
なんか壁にいろいろ貼ってみたりとか、そんなんするのが好きなんですよね。でも見た目が悪くなるじゃないですか。で言ったら、こんな家で見た目もクソもないやろとかって言われて、腹立つと思って、お前のせいやろと思って。母のせいでもあるけど、片付けてない私のせい。 YouTube 撮りながら片付けるわとかって言うから、夫とお出かけとか言って出かけてる場合ちゃうねんて。いやでもな、そんなこと言ってたらほんまに片付けしてるだけで人生終わってしまうしな、それは嫌だ。だからもう一気に全部もう捨てるなり、リサイクルショップに持っていくなりして、すっきりさせてね、快適に過ごした方がいいって言うのよ。私もそう思ってミニマリストになったんだもん。その時は本当にね、綺麗さっぱりって感じで、心がね、清らかになってた。確かに。じゃあもう一回やったらええんって話なんですけど、そこはね、もうあのメルカリのね、魔力ですよ。本当にメルカリを知ってしまった以上ね、これは複雑な問題や、永遠これ言ってそう。楽しみながらやれるところに今まだたどり着けてないような気がする。ずっと同じこと言ってんねん。これ家の中も綺麗に保ちつつ、普段の生活も整えながら、メルカリで物を減らして儲けつつ、家計の分離をして自分の蓄えをガッポガッポ、 YouTube も頑張りつつ、まあ夫とも仲良くしながら、息子はもう関係ないって感じになってるけど、車も買ったらいろいろ楽しみつつ、お金も上手に使いながらね、節約もいいけど、夫と喧嘩になってもしょうがないし、夫の言う通りにお金使ってたらもう3日で破産しそうやけど、まあなるようになるさ。とりあえず帰って医療費控除。しばらくやっぱり料理はね、手を抜くぞ。普段の掃除もやらへんぞ。だから私がやるのは必要最小限の家事と片付けと夫のサポートと家計のことやね。そして YouTube、 そしてメルカリ頑張る。もう一回いくよ。絶対にやらなきゃいけないことだけやれ。必要最小限の生きていくための家事、快適になるための片付け、夫のサポート、すなわち夫と仲良く、まあ息子は見守りつつ、家計の管理、そんであとは気晴らしよね。人生楽しみますと言いつつ、結局やってるというね。もう今4時夕方の、息子が今頃起きてきて、飯、急にバイト入ったから、そのバイトの前に飯、固く心に誓ったばっかりやのに、適当にやってよって言いたいとこなんやけど、夫もそうやけどね、やらせたらもうとんでもないことになるし、後片付け大変やし、あれこれどこって聞かれて説明せなあかんし、やり方説明せなあかんし、結局私がやった方が早いってことになるから、結局やるっちゅうね。もうボロボロ、ゆで卵もボロボロ。今ね、医療費控除のやろうと思いながら、いろいろ市役所で聞いた話とか、おじと電話したこととか、なんかまとめてて、ノートにまとめ出したら止まらへんくなってきて、また先延ばしにしてる。やらなきゃいけないことをほったらかして他のことやってる。試験前の片付けする学生みたいになってる。でもその時にその他の用事がはかどるっていう説もある。先延ばしをうまく利用して他の用事も済ませていくっていう手もある。医療費控除は今日中にやろうと思ってるけど、無理かもしれんけど頑張る。自分に言い聞かせてる。めっちゃズボラ。ボットボット。アボカド、アボカド。サラダも壊す。ちょっとだけね。なんかすんごいやる気出てきたけど、なかなか思うようにことが進まんで、一人で生きてんじゃないからね。家族がおるからね。無理なもんは無理やね。満杯やね。もうご飯外食しよう思ったけど、食べに行ってんのも時間かかるよね。散歩行ってる時間ももったいないのね。もうちゃちゃっとサクッとって言いながらさ、やっちゃうのよね。こぼれてんのよね。焦るのよね。ラップはリサイクルなのよね。お皿も洗わずにこれ使うのよね。今やってるのよね。ああ撮影してるのよね。予約しといて。いやだからそれこないだ言うたやないの。あんたそれ俺のやるでやるポイントが使えるぞ。他のアカウントやって俺が言ったら、他の分のアカウントよ。
のお店やったらあんたが私飲んで予約して行ってもお母さんのポイントになるわけだけど、あそこの美容室は違う意味になってる。あなたがポンタカードローソンのやつを作って、ホットベッターパービューティーで登録をして、それで予約をすれば結構なポイントがあなたのポイントになる。1万円たの以上したら1000円ぐらいつくわけ。それは無理やろうけど、バッてシャン入ってくるから10分ぐらい。さ、頭はこんがらがるわ。もう旦那も息子もわけのわからんことばっかり言うから。ここへ入れといたろ、入らへん。洗濯物もできたのよね。でできたのにご飯食べんと風呂入ったのよね。めっちゃ時間かかるのよね。もう嫌になるのよね。シェフ雇いたいのよね。息子がシャワー浴びてるから思い存分別に喋ってもいいのよね。だけどなんかもうずっとさっきからビクビク喋ってるから、ビクビクしながら喋ってんのよね。なんでビクビクせなあかんねやろうと思うんやけど、家の中で常にビクビクしてんのよね。全部洗うもん。焼肉のタレでごまかしとくのよね。はい、できた息子飯。固まっとる。もう食べよう。はい、できた。あとは知らん。さようなら。これも私の仕事やからな。今も手帳にご飯は作らないって書いたけど、結局すぐやってるし。やらなあかん。諦めろ。こうやって私は今日も医療費控除できないんだよ、絶対。もうものすごいストレスやわ。お料理も医療費控除も母の扶養控除もめっちゃストレス。もうお金のことやりたくない。暇って言ってみたいわ。もう暇って、世の中に暇な主婦なんていんの、信じられへんわ。なんで暇なん。 YouTube してないから。いやこれまたついでに洗ってしまいたいけど、これがまた洗い物が来るから我慢や。書類やる。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。Twitter、インスタもやってます。それではまた。サブチャンネル、リアルの喋りの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。